はい、タッキーです。今回はアルド内に縦穴を掘り、障害物を周りに設置しただけのミニゲームです。特にレッドストーン回路を使っていないので、初心者でも簡単に作れます。障害物は、すぐ落下するとどこかに当たるくらいの配置にすると良いです。操作は落下するときに視点を変えたり、左右に動かしたりすることで障害物を避けて着地させます。着地地点は、スライムブロックなどで落下ダメージを受けないようにしています。ブロックの位置を変えることで、難易度も変えることができるので、いろんなパターンを作っても面白いと思います。実際にどんな感じか見ていきましょう。すぐ失敗するので、ジャンプ台の手前にベッドを置いてリスポーン地点をセットしておきます。確認しようと前に出たら落下してしまいました。よしみんな、助けに来たぞ。これからロックを解除するから、俺の後についてきてくれ。早くしないとまた捕まってしまう。この階段を登った先に秘密の通路がある。奴らに見つかる前に脱出するんだ。急げ。もうすぐだ。奴らに見つかっていなければよいが。はい、いかがでしたでしょうか。最後は映画のワンシーンのような感じにしてみました。今回はひたすら縦穴を掘って障害物を設置しただけのミニゲームですが、やってみると意外と難しく、障害物の設置位置を微妙にずらすことにより、ただ落下するだけではなく、コントロールしないといけない状況にすることがポイントになります。最下層は、スライムブロックを設置しましたが、水を置いても大丈夫だと思います。縦穴のレイアウトや装飾を作るだけでも時間がかかってしまいますが、レッドストーン回路を使わなくても楽しめるミニゲームだと思いますので、初心者の皆さんも建築の一ジャンルとして作ってみてはいかがでしょうか。この後はおまけシーンがあります。いつものメンバーにやってもらうことにしました。簡単にクリアできるのでしょうか。それではダイブしてもらいましょう。なんかあっという間にクリアしたみたい。まぐれかもしれないのでもう一度やってもらいます。エンディング用に装備をつけてくるそうです。なぜだろう。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。